最近うまくいかないことが重なって、その時に道を歩いてて、もう誰もいないから家にも帰りたくなくて、そんな時に上を見たら満月がありました。満月を見ていたら、そこに自分の知っていた人、仲良くしていた人、家族、猫、全部そういうものが向こうにいるように思えました。自分もどうもそっちに行きたいなと思って、そこに行ってみることにしました。そこで見えてる感じで歌います。長いね。今夜あの場所で、昔の二人みたいにゆっくりと過ごしたいよ。もう何もないけど、あそこに行ってみたら何か残っているかもね。なんで自分ばっかりここにいなきゃいけないんだろうと思って、なんで置いてかれちゃったんだろうと思って、もう誰もいないよ。あ、みんなお家に帰るの、もう誰もいないよ。楽しかった人たち、みんな月に帰って月に帰りたいとか思いますか？いや、帰るつか、そもそも来てないし、月に行ったことないし。そこに行ったらまた会いたい人に会えると思いますか？月がどうのこうのとか言い出す人怖いし。いるよね、そういう人。なんかうさぎが一匹裏側にいた。うさぎが二匹餅をついて伸びていたって言ってなかった？行ってきたって言ってなかった？いや、言うわけないし言ってないし。だから嘘つき。あとこのギター弾きながら喋るの難しいし。そっか。僕ら何を見てたの？まだできる前の空、青く歪んでく影、あを抜けに寝
れてた人たちが弾いた月の音がする。最後まで明日も楽しんで、ください、はい、ありがとうございました。